バーバラ・グレアムはアメリカ合衆国の犯罪容疑者、元死刑囚である。彼女は共犯者とされる男二人と同日にガス室で処刑された。映画、私は死にたくないのモデルになった人物として有名である。カリフォルニア州オークランド生まれで、本名をバーバラ・エレインウッドと言った。バーバラが2歳の時、当時10代だった実母は幼い娘を残して、 勘会院に送られた。バーバラは見知らぬ人たちや祖父母を含めた大家族の中で育つことになり、わずかな教育しか受けることができない状態だった。10代になったバーバラは不老の罪で逮捕され、かつて実母が収容されていたのと同じ勘イン送りを宣告された。1939年に勘会院から釈放されると、バーバラは新たな人生を切り開こうとして努力を始めた。 結婚したバーバラはビジネス学校へ入学し、すぐに最初の子供を設けた。この結婚は不幸な結果に終わり、バーバラは1941年に離婚することとなった。続く数年の間にバーバラは少なくとも2回結婚し、2人目の子供を授かったが、いずれの結婚も破綻してしまった。このような失敗が続いた後に、 バーバラは売春に手を染めるようになったと言われる。彼女はサンフランシスコで抽戦屋のサリー・スタンフォードのもとで働いていた。バーバラはすぐに違法薬物やギャンブルの罪に連座し、重罪人や無法者の知り合いが多くなった。1953年にバーバラはヘンリー・グレアムという男性と結婚し3番目の子供、トミーを設けた。3番目の夫ヘンリーは、チャチな犯罪者だった。 ヘンリーを通じて、バーマラは彼の犯罪仲間、ジャック・サントとエメット・パーキンスと知り合い、バーマラはパーキンスと恋愛沙汰に陥った。パーキンスは彼女にカリフォルニア州バー,アーバンクにある自宅に大金を貯め込んでいるという評判が立っていた当時64歳の未亡人メーベルモノハンのことを喋った。1953年3月、バーバンクのモノハン邸に押し入るため、 バーバラはパーキンスとサントに合流した。一味には三人だけではなく、ジョン・トゥルーとバクスター・ショーターという二名の男も加わっていた。バーバラは伝えられるところによれば、物判定の電話を貸してほしいと頼んで玄関内に入り込んだという。モノハンがドアを開けて、バーバラを迎え入れると、三人の男が邸内に押し入ってきた。一味は、 モノハンに現金と宝石を出すように要求したが、モノハンはその要求を跳ねつけた。この時点で、バーバラはモノハンの頭部をピストルで殴りつけ、頭蓋骨を砕いてしまったという。それから、一味はモノハンを枕で窒息死させた。このクワだけは無益な骨折りだった。一味は、手内で何も金目のものを見つけられず、手ぶらで戻ることになった。皮肉な話だが、 モノハンの遺体の近くにあったクローゼット内に隠されていた財布に1万5000ドル相当の宝石や貴重品がしまい込まれていたことを後に彼らは知ることになった。結局のところ一味のうち数人が逮捕された。そのうちジョン・トゥルーは司法取引に応じて検察側の証人となった。法廷においてトゥルーは無罪を申し立てるバーバラに対して不利な。 証言を述べた。報道はバーバラに対する世間の嫌悪を反映させて、彼女に血まみれバブスのあだ名をつけた。バーバラは事件現場にいたことを否定して、アリバイを申し立てたが、そのアリバイ自体が2万5千ドルの報酬で、他の囚人に依頼したものだった。この囚人というのは、実は自らの自動車過失致死罪を減型させるために、内密に捜査に協力していた密告者だった。 この密告者は、バーバラに事件の投夜現場にいたことを認めるなら、その夜は、ボーイフレンドと一緒に過ごしていたことにしようと持ちかけたのだった。そして密告者は、このやりとりを録音していた。偽証の教唆という、この事実は、法廷における、バーバラの信用を台無しにした。彼女の裁判における行動について質問が及んだ、時、バーバラは、ああ、あなたは、 今まで絶望したことがあるのどうすればいいのか知らない方が良かったというのと言った。バーバラは最終的に有罪判決を受けた。密告者は即座に釈放され、刑は減刑された。バーバラ・グレアム、ジャック・サント、エメット・パーキンスの3名は強盗罪及び殺人罪で死刑を宣告された。バーバラは判決の無効を訴えていたが、その訴えは失敗し、 刑の執行を待つために、サンクエンティン州立刑務所へ移送された。1955年6月3日午前10時に、バーバラはガス室へ送られる予定だったが、執行は10時45分まで延期されていた。10時43分に、再度11時30分まで執行が延期され、疲れ切ったバーバラは、抗議を述べた。どうして、私を苦しませるの私は10時には、 用意ができていたのに午前11時28分に、バーバラは、独房から連れ出され、ガス室に収容された。そこでバーバラは、立ち会人の姿を見なくても済むように、目隠しを要請した。バーバラの最後の言葉は、善良な人たちは、常に正しいのですともだった。バーバラは、カリフォルニア州サンラファイルにあるマウントオリベット墓地に、埋葬された。なお、共犯者とされるサントと、 パーキンスも彼女と同じ日にガス室に送られている。私は死にたくないのポスターバーバラをモデルにした映像作品はこれまでに2回制作されている。1958年の映画私は死にたくないではスーザン・ヘイワードがバーバラ役を演じてアカデミー主演女優賞を受賞した。この映画においては強力に彼女の無実を示唆している。しかしながら この映画は警察がバーバラを逮捕するに至る経緯などに多大なフィクションを含んでいる。ロサンゼルス・タイムズの記者で当時バーバラの裁判を担当していたジーン・ブレイクはこの映画について死刑廃止運動の劇的で雄弁なプロパガンダであると評したという。この映画は1983年にテレビ映画としてリメイクされリンゼー・ワグナーが同役を演じている。 O.C. Kathleen A. Women and the Despenalty in the United States.1900 から 1998.Greenwood Publishing Group.PP.70.ISBN 0から275から 95952X.NASH.J. Robert.Blood Letters and the Bad Men.A. Narrative in Cyclopeia of American Criminals. プロムザピルグリムス2ザプレゼント1973 pp224 is bna から87131135カリフォルニアデスインデックスネームメーブルモノハン、バースデート01021889マザーズメイデンズレーセックスフィメールバースプレイスアイダホデスプレイスロサンゼルスデスデート03111953。 エイジ、十四アーズ、ガレスピー、LK、ダンスホールレディース、ザ・クライムズエクセクションス・オブ・アメリカズ・カンデマド、ウィメン、ユニバーシティ・プレス・オブ・アメリカ、PP、七十七 i s b n 零から七百六十一から八万六百七十五 x がレスピー、LK、ダンスホールレディース、ザ・クライムズエクセクションス・オブ・アメリカズ・カンデマド、ウィメン、ユニバーシティ・プレス・オブ・アメリカ、 pp 78 ISBN 0から761から 8675X スタウトマーサザソシャパスネクストドアザルースレスバーサスザレストオブアースランダムハウスインク pp 97 ISBN 0から767915828ハーニッシュラリー2008ブレークジーン1958ありがとうございます